ごいですよ。大幅に変更に変更が、今年のユニクロはちょっともしかしたら衝撃走るかもしれませんね。オーバーサイズに少し寄ってきてるっていうのが2023年の傾向になってます。はい、本日はですね、今期のニュースがガラガラと出てきましたのでお伝えしていきたいと思います。ということで、すごいですよ。大幅に変更に変更がノースフェイスであったり、ナンガであったり、ウールリッチであったり、カナダグースであったり、ユニクロであったりっていうのが出てきましたんで、その辺をね、皆さんと一緒に見ていこうじゃないかということで見ていこうかなと思います。まず一番最初、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、こちらナンガですね。ナンガって実はこの定番のオーロラジャケットっていうダウンジャケットがあるんですけど、これもう6シーズンぐらい連続で出てるんですけど、毎年ちょっとずつ変わってるんですよ。今回は特に大幅に変えましたっていうことで変わってるんですけど、現在僕が着用しているモデルが2021年なんですけど、まあ2022年のそこまで違いはないです。ただ今年からちょっと変わったっていうのが、まず一つ目っていうのが、パッて比べてもらったら分かりますよね、こっちの画像と。サイズ感が結構ゆったりしてオーバーサイズ気味に作ってますよっていうところが一つの変更点なんですよ。だから、あ、ナンガ買おうかなと思ってて、今までのサイズ感で買おうと思ったら、あれ、いつものナンガと違うなっていうところがありますので、まず気をつけてくださいなっていうところが一つ。二つ目っていうのが何かというと、このフードの高さっていうところも変更点になってらっしゃるんですよ。で、フードの高さをより高く設定してるっていうところも今までと変わってきてますよっていうところですね。三つ目っていうところが何かというと、アームホールも変わってる。これ全部言いくるめてどうなってんのっていう話なんですけど、まず一つ目のサイズが大きくなってるのは単純に見た目が変わったってことで、襟元が高くなったってことは、そんだけ風が首から入ってこなくなった。で、アームホールが大きくなったってことは、いい言い方すると動きやすいけど、悪い言い方すると暖気が逃げやすいっていうところになってるので、この変更って正直どうなんかなっていうところは、僕個人的にはちょっとまだしっくりは落ちてないんですけど、このオーロラライトっていう上位モデルの8万円ぐらいする方もバージョンが変わってるらしいので、今ネットでも出てると思うので、今年なんか買おうと思っててんっていう方なんかは見てもらうのがいいかなと思います。ただ僕いつも言ってますけど、ナンガは似合う人が限られてるんですよ、カラーがね。この色味っておじいちゃんみたいになりやすい色味なんで、そこだけちょっと気をつけてほしいなっていうのがまた一つで、二つ目っていうのがデサントですね。今年デサント買おうと思っててんと。特にデサントでも上位モデルのこのマウンテニアっていうモデルがあるんですね。確かマウンテニアやったな、はっきり覚えてないけど、毎年ね、冬になってね、最初の時はね、これ何のフィルパーやったかなとか、なんていう名前やったかな覚えてないけど、だいたい10月11月ぐらいになったらエンジンも変わってくるし、思い出してくるから、これマウンテニアやとかって思い出してくるんですけど、これも出るんですよ。12万1000円で出てますと。去年から1万円ぐらい上がったんかな。で、今年はどうなるんかというと、このマウンテニアの同じモデルでオーバーサイズっていうのが出るんですよ。画像見てください。はっきり言って何が違うんかは分からへん。実際着てみたら違うと思うんですけど、デサントのこのミズサーダウンの良さって何かというと、タイトであるっていうところが非常に良かったんですよ。それを崩して果たしてようなるのかっていうところが、他のブランドとの差別化できてないんちゃうかっていうところも気にはなったりするんですけど、オーバーサイズになるってことは、その分単純にゆったりするだけじゃなくて、綿も多く入れないと保温力が下がっちゃうので、そこはどう仕上げてくるんかっていうところがね、注目ではあるんかなというふうに思います。ただ一個気になるところっていうのが、一昨年かな、15万円するバージョンのゴアテックスバージョンっていうのを、このマウンテニアのハイグレードバージョンみたいなのが作られて買ったのはいいんですけど、新しいブランドってね、定番化する前に終わっちゃうってあるんですよ。で、おそらくこのゴアテックスモデルってもう今年出てないんちゃうかな、ちょっとわからへんねんけども、このオーバーサイズモデルも2023年出るけど、もし人気なかったら来年はなくなってると思います。これが新商品あるあるというか、反応を見てあんま良くなかったらやっぱなしやなっていうところで、あのなくなるかもしれないんですけど、それがね、ミズサーダウンの変更になってます。ただミズサーダウンってジャストサイズがやっぱいいっていうところあるのに、何でもかんでも他のブランドと一緒にオーバーにしていくっていうのは、個人的にはムームーなんですけど、まあムームームーなんは一回置いといて、次ノースフェイスいきましょう。ノースフェイスね、これ懐かしいシリーズと思いません？懐かしいよね。このサミットシリーズってあったよね。なんか気づいたらなくなってるよね。そうなんです。なんか気づいたらなくなってるっていうのはね、近所の居酒屋もそうなんですよ。なんかできたなと思ったら気づいたらなくなってるでしょ。特にチェーン店、チェーン店の撤収は早いよ。ほんま気づいたらなくなってるからね。そういうことはどうでもいいんですけど、このサミットシリーズもなくなったなと思ったんが、確か2020年か21年ぐらいなくなったんですよ。そっから2023年今年にまた復活したんですよね。この復活したのっていうのが画像結構出てきてるんですけど、やっぱりサミットシリーズっていうだけあって、ノースフェイスの中でも最上級モデルみたいな、サミットシリーズって言って、まあ、より登山に特化したり、よりハイグレードのものとかが出てくるんですけど、中には画像見ててもこれって何、ハイグレードな、このノースリーブのニットって何って思ったりするものもあるんですけど、このサミットシリーズが復活するというところもね、ノースフェイスでいうところで言うたら注目じゃないかなと。ただその代わり、今回ノースフェイスの上のモデルが出たってことは、今までのインラインのモデル、要はヌプシとかバルトロとかっていうところは多分差別化かかると思うんですよ。ここのラインはここの上級ラインにするから、この普通ラインをぐっといきなり値段は下げられへんけど、品質下げれば値段の維持はできるやろうなと思ったりするので、
ので、逆にこのインラインがちょっとね、影響を受けるんちゃうかなって僕個人的には思ってるんですけど、やっぱ差別化しなあかんから、あのハサミットはサミットでめっちゃいいやつにしとかなあかんし、インラインって普通のモデルは普通のモデルで見比べた時に違うねって言わさなあかんから、ここのインラインが落ちそうな気はするんですけど、そういったものがあるんですが、ノースフェイスもう一点コラボがまたあります。これに関してはもう毎年やってるコラボで、僕のチャンネルではあんま人気ないから多分取り扱わないと思うんですけど、一応聞いておいてください。何かというとギャルソンのコラボです。前はねマルジェラのコラボをやってたんですよ。マルジェラのセカンドラインのコラボをやってて、ダウンベストができたり、なんか変なスカートみたいなのができたり、まあ、変なって言っちゃったけど、ギャルソンもなんかあって、ヌプシベストとかデナリとか、このあたりは使いやすいんちゃうかなと思うけども、基本的に僕のチャンネルでは人気ないし、多分そもそも数作ってないんですよ。数作ってないから欲しいって思う人も多分少ないし、手に取る人も少ないから、ここは別に YouTube であえて取り上げる必要はないけど、まあ、ニュースぐらいではこうやってお伝えさせていただきました。ギャルソンがお好きな方とかやったら非常にいいコラボかなと思うので、気になる方は見てみてください。そして次がですね、なんとなんとなんと今年のユニクロはちょっともしかしたら衝撃走るかもしれませんね。っていうのもね、今までユニクロが出してたモデルってシームレスのダウンジャケットっていうのが出てたんですよ。縫い目がないからシームレスですよねって言って、縫い目なしシームレスっていうのがあったんですけど、これに変わるんちゃうかなっていうのがあってて、っていうのもなんでかっていうと、去年も言ったんですけど、これ視聴者さんからいただいたねシームレスの全く色違いなんですけど、シームレスのデメリットって見てください。この圧着剥がれてもうペコペコなって落ちてもうてるんですよ、ダウンがね。これってシームレスの行く末なんですよ。接着剤が劣化して剥がれちゃうっていう、で下にポトーンと落ちちゃうっていうのがどうしても仕方ないよね。しかもユニクロも多分報告あったと思います。お客さんからこれも劣化してもうボチョボチョになっちゃったんやけどとか、もしかしたら僕の YouTube 見たか見てないかは分からへんけども、そういったことで今年何が出てくるかっていうと、なんとね正式名称がパウダーソフトダウンジャケットっていう、名前はどうでもいいんですけど、何がすごいかっていうと、なんとね今までユニクロってこの中に入ってる綿が500フィルパーとか530とかそんなもんやったんかな、やけど今回750フィルパー使うんですよ。750フィルパーってどんなすごいのっていうと、ノースフェイスの普通のインラインより上です。もっと言うならこの羽毛布団専門してるナンガとほぼ同じぐらい、ナンガがこれ760かなんかで作ってるんですよ。そのユニクロは750なんだよ。数値だけで見たら違いってないんですよ。細かい服好きの人からしたら、実は産地によって同じフィルパーでも全然質違うってあったりするんですけど、そこは一旦置いときましょう。ここは多分見る人ってとにかく浅い情報を知りたいという人も多いと思うから、一旦それは置いとくけども、そういうフィルパーがぐんと上げてきたっていうことで、アウトドアブランドとの差がない、もしくはアウトドアブランドより質ええやんっていうやつが出てきてるんですよ。これは物によりけりなんで、全部が全部ノースフェイス超えてるわけじゃないんですけど、ノースフェイスもゴアテックス買ってもすごい単価も高いし原価も高いんやけども、ユニクロも実際見てみないとわからないですけど、パッと見た感じはノースフェイスのねビレンやパーカーに似てるんですよ。どれっていうと、これねちょっと一回着てみますけどもね、なんかパッと見た感じ似てません？ちょっと着丈長めな感じで、無地でみたいな感じ、これはロゴ入ってるけどもね、こんな感じなんかなって画像を見てる感じで思うんですけど、実際問題僕も手に持ってないから何とも言えないんですけど、一回10月ぐらいに確か出るらしいんで、ユニクロパーティーって触るじゃないですか、ダウンこれ言うタクト言ってたやつかっていうことで、750フィルパーのね、もう一回言っときますわ、パウダーソフトダウンジャケットっていう名前なんですよ。あ、これがタクト言ってたやつかと。で実際着てみてね、これ12,900円でこの価格でこの性能なんかって思うかもしれんし、僕もスペック見てる限りではすごいなと思うけど、表紙がめっちゃ安いやつ使ったりしたらバコバコ綿抜けていくから、そこも見てみやな分からへんけども、そういったクレームに関してはですね、下の動画説明欄から僕に直接連絡ではなくてですね、勝手にユニクロの方に言ってください。僕は一切そんなもん知らないので、見てからじゃないと何とも言えないですけど、前評判ではすごいスペックだけ見た感じでは価格以上やなと思ってるので、そういったことがあると。で最後にねお伝えしたいところ何かというと、今年はロゴが消えるぞという話になってるんですよ。ロゴが消える、何の話かっていうことなんですけど、やっぱり皆さん何でか知らんけど、ちょっと前まではこういったロゴをね欲しがってる方多かったですよ。ノースフェイスのロゴは僕は欲しいんだと、やっぱりこれがあることによっておしゃれなんだっていうことで着てる人もいてたんやけど、もう最近の人ちょっと頭ようなってきてるから、スペック見れるようになってるじゃないですか。言うたらフィルパーがなんぼ、この縫製、この外の生地、あ、じゃあ相場これだよね、これ高くねとかっていうのが結構分かる方多くなってきてるんで、いかに無地で差別化できるかっていうか、知識ある人ほど無地を見極めれる力があるんですよ。ってなったらカナダグースもそうなんですけど、どうやらこの赤ワッペンっていうのが去年あえて黒にしてやったりしたらしいんですよね。いやいやいや、カナダグースお前知らんのかよと、ブラックレーベルってやつ出てんねんで、そのモデルの話しちゃうのっていう思ったんですよ僕もね。で、あ、ブラックレーベルの話かなと思ったりしたら、じゃなくてこのインラインのモデルにブラックのワッペンをつけたらどれぐらい購入って変わるんかっていうのを調査したみたいで、結局ワッペンが赤より黒の方がやっぱり売れるらしいんですよ。だからブラックレーベルとはおそらく別に、このインラインモデルも黒のモデルが出て
てくるみたいなことが書いてたんですよね。これってカナダグースだけに限らず、ウールリッチのこのアークティックパーカーっていうこのモデルも50周年かなんかそういうところでロゴを消したりとかっていうのもやったりしてるらしくて、そういういろんなあれがあるみたいですわ。というね、まああるかあるないかようわからんもんいろいろ話したんですけど、今年の傾向としてはオーバーサイズに少し寄ってきてるっていうのが2023年の傾向になってます。そして無地である、あんまり派手な柄とかワッペンとかっていうのは求められてないっていうところが、求められてないというかメーカーとしてはそっちの方がいいって判断してそっちになってきてるんですよ。これどういうことなのかというと、買う側からしたらすごいどんどん質が上がって、無地になればなるほど差別化難しいんですよね。作る方って柄変えとけば中身しょぼくても値段変えれるんですよ。ただ買う側からしたら質いいの見まくってるよと、あんたんとこめっちゃ質悪いやんけど、ほなうち買いませんわって言われたら困るから、どんどん質の底上げがされていっていると。もっと上の方は上の方であるんですよ。じゃなくてその下のライン、今までユニクロで500段フィルパーしか使ってないやつがもう700まで上がっていた、750まで上がっていた、ちょっとどうなってんのって話。確かカナダグースがこれ何倍やったっけ、120やったから、まあ要はフィルパーだけで言うとユニクロの方がカナダグースより上なんですよ。そんなことが起こってきたということで、僕自身も今ダウン作っております。このイタリアの生地を仕入れて、イタリアの表生地、よくスタジオニコルソンとかで使われたりする生地なんですけど、そこにね985フィルパーのねダウンをぶっ込むっていうね、どっから引っ張ってきてんっていう話なんやけど、なんかハンガリーから引っ張ってきました。それで985フィルパーのダウンを今作ってるんですけど、やっぱねそれぐらい品質を上げていいものをお客さんに出さんと、こういう YouTuber とか言うでしょ、フィルパーがどうのこうのとかね、生地がどうのこうの、ワッペンがどうのこうの、こんなに騙されるなとかっていうやつがおるんですよ。金髪みたいな髪の毛して短髪でキュンチュンしてね、口だけ喋ってるなんか元教員とか書いてたかな、そういうやつがおるんですよ。だからもうメーカーも上げざる応援っていう状態になってきて、どんどん目利きができる人が多くなって質が上がってるっていうのが2023年の注目ポイントじゃないかなと思いますので、これからもねどんどん新しい情報ってアップデートされてくると思いますので、その時はその時でいろいろ話していきたいなというふうに思いますので、2023年の秋冬の今期のニュース、今分かってる範囲でお話しさせていただきました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。